あらら、さつきじゃないの。こんなところで偶然ね。なに？その、休日に会いたくない人に会っちゃったよって顔は。これからどっか行くの？そっか、バイトなら仕方ないわね。暇ならこの冴子先生がらちってラブホで個人事業でもしてやろうかと思ったのに。あら、釣れないお言葉。これでも結構男子には人気があるのにな。行きつけの喫茶店でまったり読書タイムを満喫してきた帰りじゃない。らしくないとか言うんじゃないわよ。こう見えても若い頃は文学少女だったんだから。若い頃は。思えば遠くに来たもの。ビンゴ。あんな渋い店よく知ってるわね、さつき。あの店って私らがまだ学生の頃から喫茶店でね、今の店になる前からよく行ってたわけ。それに今のマスターとは気が合っちゃってさ、よく飲みに行くのよ、コーヒー。さつきもシベリアだ知っているなら、あそこのコーヒーが美味しいのも知ってるでしょ。秋の昼下がり、最高のコーヒーを飲みながらピースを食い入らせ、観音小説を楽しむ。至福ね。さつきもシベリアだにはよく行くの？目を見て喋りなさいよ。もしかしてさつきのバイト先ってシベリアだ？本人は気づいていないかもしれないけど、さつきが嘘をついている時の癖を私は知ってるのよ。それは嘘をついている時にタバコの煙を少しでも吸うと鼻の辺りに血管が浮き出る。ねえ、嘘よ。だけど間抜けな嘘は見破らせてもらったわ。いいこと知っちゃったわ。あそこのマスターとは懇意だし、いろいろと楽しめそうだわ。それではまた会う日までごきげんよう。
ゆきこちゃん、なんて言えばわかるんだ。うちの店の名前はチビリアだ。すいません、間違えちゃいました。いらっしゃいませ、スベリアダへようこそ。お客様はお一人ですか？ようやく来てくれたか。ここでバイトをすることになりました、広原ゆき子です。よろしくお願いします。さつきかける先輩ですよね。こうしてお会いできるのをずっと楽しみにしてたんです。写真で見るより断然かっこいい。さつきかける先輩、光陵館学園2年A組、男性、身長178センチ、体重62キロ、誕生日は7月18日ですから、カニ座のデスマスクってことですね。実年齢は初版の事情によりかつ愛。そんなことどうでもいいじゃないですか、先輩。今日のこの日の新しい出会いを素直に喜びましょう。お会いできるのが楽しみで楽しみで、思わず今日は午前中からバイトに入らせてもらっていたんです。私を下の名前で呼んでいいのはマイワイフだけ。マスターと呼びなさい。そうなんですか。そう、あなたがスベリアダのマスターか。だからそうだって言ってるでしょ。午後の開店まで時間がないから、ゆきこちゃんちょっとだけ黙っててもらってもいいかな。了解です。自己紹介は済んじゃったみたいだけど、私から改めて、この子が今日からうちのバイトに入ってもらう広原ゆき子ちゃんだ。こちらがうちでずっとバイトしてもらっているさつきかけるくん。ゆき子ちゃんはあの広原財閥のドン広原喜十郎さんのお孫さんにあたるそうだ。
ユキコちゃんが普通にバイトをする理由はだね。ああ、そっか。喋ってもいいよ。キジューローおじい様は厳格な方なので、実子であろうとも18歳になった段階で勘当され、本家の敷居をまたぐことを許されないんです。それは徹底した実力主義によるもので、広原のものとしてでなく個人として何らかの成果を世に示さない限り本家に戻ることはできません。というわけで、私こう見えても一般庶民、ごくごく普通の女の子なのです。以前は怪し野市ってところに住んでいたんですけど、お姉様が上京するのをきっかけに両親の故郷であるあやめが丘市に引っ越してきたんです。あやめが丘市に来てからは一人暮らしなのでバイトを探してたんですよ。そうしたらこんな素敵なお店がバイトの募集をしていたんですもの。もうすぐに面接を申し込みました。今時こんなけなげでまっすぐな子なかなかいないだろう。可愛くて若い子が好きな私じゃなくても即決するというものだよ。そろそろ開店の時間だから、かけるくんも着替えてきてくれるかな。いらっしゃいませ。滑り屋のようこそ。2名様でよろしいですか？新しく入ったバイトの子？そうなんです。ユキコと申します。こんな可愛い子がいるんだったらこれまで以上に通っちゃうかもしれないな。やだ、お客さんってばお上手なんですか。この制服も可愛いじゃん。
こういうエッチなことはいけないんですよ。お客様、老いたが過ぎると泣いたり笑ったりできなくしちゃいますよ。はい。スゲリアラ特製のチェリードーナツなどはいかがですか？いただきます。チェリードーナツ入りました。私は先輩のことを何とお呼びすればいいんでしょう。さつき先輩、かける先輩、かけるちんたくん。私のことはなんて呼んでくれます？ゆきこ、ゆきこちゃん、ゆきこりん、ゆきこちゃん、ゆきこっち、ゆきち、ゆきぽん、ゆき、ゆきちょ、ゆきゆき、ゆきこ、ゆきし。ひろはらって名字は周囲に威圧感を与えるんで、名前で呼んでくださいよ。今日は本当にお疲れだったね。お気遣いなく、別に医者でも構いませんよ。まあ、あんな感じで明るい子だとは思ったんだけど、あのテンションで一日中過ごしていられるとは思っていなかったわけだよ、これ。若いもんには負けないつもりだけど、さすがに一日中は老骨に応える。それじゃあ
和光度のエナジーを吸収するために更衣室で深呼吸でもしてくるか。それじゃあユキコちゃんは明日以降火木金のシフトで出勤してくれればいいから。わかりました。あ、待ってください、カケル先輩。先輩って帰るのあやめが丘方面ですよね。ご一緒してもいいですか。ありがとうございます、かける先輩。かける君、まっすぐ帰ります。くれぐれも三丁目なんかに連れ込む。若くて可愛い子が好きだとはいえ、マイワイフ一筋のこの私を捕まえて失敬だろ。じゃあ2人とも火曜日にね。それじゃあ行きましょうか、三丁目。冗談ですってば、怒らないでくださいよ先輩。私の理想なんです。実は私、月子お姉様とは血のつながった姉妹ではないんです。いとこ同士になるのかな。実の姉妹ではないけれど、私にとっては本当のお姉様以上の存在。とても綺麗で優しくて、私に生きる希望を与えてくれた大事な人なんです。今の私がいるのは月子お姉様がいたから。そんなお姉様に一歩でも近づけたらって思ってます。質問しちゃってもいいですか。ですね、聞いちゃえ。先輩は世界の根源的な未期転生についてどうお考えですか。
くださいね。冗談ですってば。私の住んでいるアパートもこの辺なんです。ご近所さんなのでよかったら遊びに来てくださいね。
みんなのことって思い出した。あのね、さっき浅影先輩とお電話してたの。それで明日一緒に会いましょうってことになったの。タケル君もぜひ誘ってほしいって言ってたよ。